ールからこんにちは、ゆんです。はい、今日はね、今からロアマルと撮影があるんですけど、今まで散々ロアマルの方のチャンネルでね、ユンウィークっていうのができるぐらいロアマルにドッキリを仕掛けられてるんですよ。ということで、やられたらやり返す、倍返しだ、やり返したいと思います。はい、ロアマルにはね、企画として面白そうな歯磨き粉を見つけたので、聞き歯磨きしようっていう企画で呼んでおります。でもね、本当の企画の内容としては、聞き歯磨き粉をやるよって言って、実はわさびとかなんかそういうチューブ系のねものも仕込んで、その反応を見たいと思います。いや、めっちゃ楽しみ。あの、ドッキリされるのも初めてだったし、ユンの初めての相手は全部ロアマルでした。はい、ということでね、今から買い物に行きたいと思います。早速行きましょう。ありました、これね、すごい味が、すごい味でしょこれ。ということで、これをね、選んでいきたいと思うんですけど、どれがいいかな。とりあえずやっぱこれじゃないですか。インドカリーと梅とか紀州梅、あとはちょっと美味しそうなのいきますか。フレッシュヨーグルト、これにします。え、でも抹茶も気になるな。抹茶も買っちゃおうかな。はい、これだけ買ってロアマルのとこに行きたいと思います。はい、ということでやっと買えました。いや、この歯磨き粉ね、あの、東京で売られてるところが1店舗しかなくて、探すのにめちゃめちゃ苦労しました。でもなんとか買えたのでよかったです。ということで、ロアマルには5種類用意してるって伝えてあるので、あと1種類は、そうだな、ちょっとコンビニとかで刺激のある歯磨きっぽい調味料でも買っていきたいと思います。いや、どんな反応してくれるんだろうね、めっちゃ楽しみです。行きましょう。はい、ということで、多分こんな感じで撮影していくんですけど、今コンビニでね、あるものを調達してきました。そのあるものとはこちらです。わさびのチューブです。ちょっとかわいそうになってきちゃったな。でも今回はロアマルにちょっとね、体を張ってもらおうと思います。ロアマル頑張れ。ということで、ロアマルが来るまで待ちます。ハロハロ、こんにちは、ゆんです。ハロハロ、こんにちは、ロアです。はい、今日もね、ロアマルに来てもらいました。来ました。はい、ロアマル、今日はね、ユンね、歯磨きがすごい好きで、虫歯になったことがないんだよ。おでね、歯磨き粉いろいろ今日は持ってきたので、うん、聞き歯磨き粉をやっていきたいと思います。聞き歯磨き粉？そう、むずいね、それ。いろんな匂いがするから、それを当ててほしい。匂いは全部匂い、味、クリニカとか当てるわけじゃなくて。あ、じゃなくて、なくて。なるほど、難しいですね。なかなかね、わかりやすいものを持ってきたので。わかりました。でもすぐわかると思います。はい、はい、ということで早速やっていきましょう。ゆびこ、じゃあね、早速ここに買ってきました、新しいものを。楽しみ、絶対使ったことないよね。まず歯ブラシ、歯ブラシ、あとはこういうね、歯磨き粉を5種類買ってきました。なんか結構見た目シンプルな歯磨き粉、ちっちゃいよね、しかも、うん、これ200円だった。へー、なかなかお安いよ。ということで早速やっていきたいと思います。見ます。目をつぶって、ちょっとシャカシャカって。じゃあまず、歯磨き粉こちらにしたいと思います。味もするのかな、味はせんか、匂いだけかな。味するかもしれない。おお、うん、すごい匂いが。はい、ラーマル、手開けていいよ。どうですか、そんなシャカシャカしなくてもいい。お、何味？ん？え、何これ、わかんない。え、どんな感じ、甘いとか。甘い、甘い、答えをどうぞ。あ、なんだこれ。甘い甘い甘い系、甘い、なんだ、フルーツ、フルーツ、フルーツなのかな。え、甘いんだな。え、甘いけど、甘いけど、答えはフレッシュヨーグルト。あー、ヨーグルトっぽい、言われたよね。あー、はい、次ですね。次、お、どうだ、答え出そう。なんかシソとか梅みたいな味。おお、正解、梅。あ、梅です。あ、これ早かった、わかりやすい、うんうんうん、梅の味いいわ、うん、本当、うん、あ、結構気に入ってもらえた。次、どう、ん、お、わかんない、これは結構わかりやすいと思うけど、ルアさん答えをどうぞ。もう、なんだろう、味わったことある味、味わったことある味、なんだ、そば、そば、ダブー、何これはね、京風抹茶
らしいです。あ、抹茶豆腐抹茶抹茶かなんかね、ちょっと和な感じがしたの。おー、ではこちらです。どうですか、これすぐ分かるんじゃない。匂いマジ強いんだけど。え、カレー。ピンポーン、インドカレー味でした。普通さ、カレーを食べた後にさ、すぐ歯磨きしたくなるじゃん。うん、ダメでしょ逆効果逆効果でしょ。今ロアマルが口をすすぎに行ってるので、わさび準備します。準備します。ふう、やばい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 よこれ。なんかちょっとかわいそう、本当に戻ってくる。よし、ラストだ。これね、本当にね、残ってるから、カレーの味香辛つけに行ってるわ、本当に。次はこちら。でも次はね、多分そのカレーの風味とかも全部吹き飛ばしてくれると思う。あ、ならよかった。ちょっと待って、本当に右半分だけスースーしてる。さっき磨いた方だっけ。本当？はい、これちょっとすごいかもしれない。よーいどん。あ、わさびわさびだ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 。ロアマル、ロアマル、これでした。早く口すすいてきて。これはやばいって。追いかけましょう。ドッキリかよドッキリ大成功。びっくり。ロアマルごめんね。いやでもなんかね、想像以上にね、びっくりした。普通にびっくりした。途中まで気づかなかった。普通引っかかった。うん、普通にわさび味ありそうだもんだって。いやドッキリされると思わなかったな。大成功。これで、そう、さっきね褒められたの。逆に褒めてた褒められました。こ、怒るとかね、ごめんねって言ってきたからいやこれはナイスドッキリだね、わかんないわって優しい。よかった。面白かった。またね、バイオン動画出していきたいと思ってるので、皆さんお楽しみにしててください。ください。はい、最後まで見てくれてありがとうございます。よかったら Twitter、Instagram のフォロー、チャンネル登録の3点セットお願いします。以上、ユンとドアでした。それでは皆さん、今日も一日おつかれーション。バイバーイ。バイ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 。